こんにちは。今回は、ホイコーローを作りました。どうでしょう、美味しそうですね。ありがとうございます。これクックドゥとか食べたことないんですよ。CM でずっと食べたかったんですけど、うちのお母さんがいや私が作る方が美味しいみたいに言うんで、クックドゥをね俺こう食べたことなかったんで、これ楽しみです、初めて。あとね、コメントいただいた通りね、特茶は30分前に飲まなきゃ意味がないということで、半分30分前に飲んでます、相棒は。じゃあいただきます。うわうまそう。わらぺこです。あ、アシナビ、私ですね、ちなみにダイエットちょこちょこ頑張ってまして、また121キロまで戻りました。ありがとうございます。頑張っていただきます。うまくない。あ、クックドゥってうまいっすね。なるほどね。あ、これ入れるだけでこれはいい。味噌味ですね、甘くて。おいしい。いつもより噛んでますよ。よく噛んでください。コメント欄見てんすか。じゃあ噛んでくださいっていうね、男子からのお声もありましたから。なるほどね。というかあれだな、これはこうだな。絶対ホイコーロン丼にした方がいいっすわ。これね、私プロの技ね、このタレをね、肉一切れ持って最後までタレを入れるって、これはデブしかできない技でございます。大技ね。でここはちょっと垂れやすいから垂れないように拭き取っておいて、これですね。ホイカなんだよ、何したんだよ俺で。これですね。あ、そういうことか。あ、クックドゥさん、正しくはこう食べろってクックドゥも言ってんじゃない。でこれなのか。どれどれ、なんかねしっくりこなかったんだよな、さっき。うわ、いただきます。これじゃん。なんでよ。なんで俺別々に食ったんだろう。これじゃん。うんま。大げさじゃなくて4倍ぐらいうまくなったっす。オンザライスチャンネルにしようかな、もはや。うまっ。マジでうまいわ。
ちょっとだけご飯出しちゃいました。ちょっとだけですよ。ホイコクックドゥさんマジ。最高。